平成1年です。今日はですね、12月25日、クリスマスですね。で、まあ、沖縄のね、クリスマスってどんな風なの食べたりとか、どんな感じなのっていうのをね、今日ちょっと話したいなと思うんですけれども、まあ、今日はね、20度でした。先週とかまではね、15度とか、12度とかね、寒い時ではあったんですけど、今日はね、ガッと上がってね、20度でした。昨日ぐらいからね、ちょっと蒸し暑くなって、イブもね、ちょっと暑かったんですよ。で、今日もちょっと暑い。まあ、昼はね、もう太陽も出て、12月入ってね、今年は結構ね、曇りばっかりだったんですけど、雨ばっかりだったんですけどね、今日はすごい晴れてたんで、暖かかったです。うん。まあ毎年ね結構ねクリスマスは暖かいんですよね。まあ南国のクリスマスっていう感じでね。もしまあ旅行に来られる方々来てみたらね、結構暖かいクリスマス、県外ではねなかなか味わえないようなね、雰囲気がありますんで、ぜひね、クリスマス時期に来るのも、一つ楽しいかなと思います。はい。まあこんな感じでね、このチャンネルでは、まあ沖縄のね、ちょっとまあ県外とは違った沖縄、まあマニアックなね、沖縄の話したりとか、あと旅行ね、旅行行った時に、まあ何回も来てる方でもね、やっぱり定番のところっていうのはまあみんなわかると思うんですけど、新しいね、旅行先、沖縄のね、旅先っていうものを、探せるようにね、動画出したりとか、見つけてもらえるような感じにしてたりとか、あとは沖縄移住ですね、の参考になるような動画出してますんで、ぜひね、見てみてほしいなと思います。はい。で、今日は、さっきあったね、クリスマス、沖縄のクリスマス何食べるのっていうことでね、まあ、もちろんね、チキン食べます。沖縄はね。ただ、それで、今日はジミーっていうね、沖縄の老舗のね、こういうチキンとか、アメリカのね、文化の食を扱ってるところをちょっと紹介したいなと思います。はい。で、まずね、チキンなんですけど、大体みんなね、まあ、もうケンタッキーも食べるし、沖縄ではもうケンタッキーはね、ご飯と一緒に食べる。ご飯とケンタッキー食べるぐらい、やっぱチキン大好きなんですけど、今日はね、ジミーのチキン、チキンをね、買ってきました。今日僕なんかもね、もう定番です、ジミーって言ったら。で、このね、ロゴが、わかりやすいんじゃないかなと思うんですけど。ちょっとね、焦げてるけど、ないね。うん。まあ一応チキンからじゃあ、やりましょうね。これですね。これ。まあこれはね、どこでもね、まあチキンって言ったらこうです。丸焼きなんですよね。丸焼き。でね、このジミーのチキンはね、もうガーリック、デージ効いてるんですよ。もう匂いが、すごいんですよね。ガーリックがすごい効いてるっていうので、有名です。うん。デージ美味しい。で、今日ももうほとんどね、買いに行った時も行列できてて、売り切れて、入れたら売り切れてるっていう感じでね、もうすごいみんな帰ってきてましたね。買いに来てましたね。まあ大体もちろんうちなんちゅう県民の人だと思うんですけどね。まあすごい人気で、うん、やっと買えたって感じでした。大山のジミーがあるんですけど、58号線沿いのね、そこのジミーでもう車も待っててからね、もう駐車場もちっちゃいんですけど、もう渋滞しててね、で、入っても、うん、買えなくてね、みんな待ってるっていうような状態。そんな感じでね、買ってきたチキンですね。まあこれが丸焼きですね。だから、まあジミーも有名だし、まあさっきあったケンタッキーでチキン買ってくるのと、あともう一つが、今最近ね、すごい人気なのがブエノチキンっていうところですね。こういう形で、これはね、切られてますけど、これはね、うん、ジミーのは。もう一個ね、丸焼きのものもあるんですよ、ジミーも。丸焼きのものがあって、それの中にガーリックいっぱい詰め込んで、デージね、ニンニクがいっぱいあるね、入ってる、ブエノチキンっていうのがあるんですね。検索してもらったらすごいわかるんですけど、そこもすごい人気です。まあ、ジミーとブエノチキン。ブエノチキンっていうのは、ジミーみたいにいっぱい多店舗展開してるわけじゃなくて、1店舗でやってるんでね、あんまり量がないので、予約僕も入れたんですよ、今回。だけど、もうちょっとね、いっぱいだよってことだったんで、一応ジミーでね、買いました。これね。これを、沖縄のクリスマスでは食べてる人多いよっていうことですね。はい。で、もう一個が、これデージ有名なんで、みんなわかるんですけど、もう一個ね、ちょっと紹介してるのが、ちょっとね、これ開けてしまったからあれなんだけど、もう一個っていうか、これ、クラムチャウダーです。クラムチャウダー。これね、あんまりね、ジミーとかだともちろん洋菓子がね、メインなんで、あんまり言われないんですけど、このクラムチャウダー、デージ美味しいです。うん。日本にはね、ないメーカーなんですよね。アメリカのメーカーでね、どこで作ってるのこれ。そう、アメリカのメーカーのクラムチャウダースープなんですけど、これデージ美味しいんですよ。うん。これジミーの。これジミーって見たことありますよね、このロゴ。このロゴね。このロゴのジミー。空港にもあると思うんですけど、ここです。ここが売ってるクラムチャウダー、デージ美味しいんでね、ぜひこれは食べてほしいなと思います。うん。結構人気だし、
常備してる人たちもいます。ちょっと高いんですよね。高い、カンカンよりは高いから、あれですけれども、結構ね、人気でね、このクラムチャウダースープっていうのは、すごいおすすめなんでね、ぜひ、来た時には買った方がいいなと思いますね。はい。まあ、この二つをね、今日は食べて、夜ね、クリスマスパーティーやるんですけどね、このジミーで、もう一つ、最後にね、一つ紹介したいなと思ってるんですけれども、それがね、ケーキです。ケーキ。で、クリスマスって言ったらね、大体いちごのね、ケーキ、ホールか、ショートケーキ、食べる人たち多いと思うんですけど、まあ、ジミーでもね、それ売ってるんですよ。で、他のところの、沖縄県内のね、ケーキ屋さんも、もちろんね、いちごのショートケーキだったり、まあ、ホールでね、売ったりとかしてるんですが、今回紹介したいのは、ジミーのね、これです。これ見えるかな、これね、これジャーマンケーキって言います。これジャーマンケーキ、これがねデージ美味しいんですよ。これジャーマンケーキ、これココナッツが入っててね、結構ね甘いんですよね。甘いケーキで、でシャリシャリしててね、上のところにこれがねココナッツなんですよね。これがすごい美味しいんですよ。ぜひね、これはね、まあ、食べてほしいなと思います。一応ね、一番最初にジミーが、まあ、有名になったっていうかね、もう定番商品っていうのはジャーマンケーキです。まあ、チキンだったりとか、こういったクラムチャウダーもそうだし、まあ、僕は結構ね、アップルパイとかも好きなんですけど、お土産とかでね、やるときはクッキーとか洋菓子とかね、いっぱいあると思うんですよ。なんですけど、一番、うちなんち、例えばおじいおばあとか、あとはまあ、上の人たちだったり、は、みんなジャーマンケーキが大好きです。ジミーといえばもうジャーマンケーキなんですよね。この甘いケーキね、ココナッツの匂いがして、風味がする。すごい美味しいケーキなんですけど、まあ本当はね、今日こっちで食べたいけど、まあパーティーで使うんでね、食べれないんですが、これはね、ぜひ買ってください、ジャーマンケーキ。絶対売られてるしね、もう定番なんでね。あんまりね、知られてないんですよね。結構チキンだったりとか、洋菓子とか、お土産っていうイメージがあったりとかね、すると思うんですけど、このジャーマンケーキ、これがね、一番本当はね、有名なんですよね。はい。で、ジミーっていうのは1956年にね、創業してるんですよ。だから、ね、今何年か、2020年なんで、75年前ぐらいからあるんですよね。で、その時にジミーさんっていう人が作った、まあ、ジミーっていうお店なんですけど、まあ、最初はね、雑貨屋さんから始まって、それでね、アメリカ文化の、軍の中でいたらしいんで、アメリカ文化の食をね、沖縄のうちなんちの人たちもいっぱい食べさせたいってことでね、作ったところなんで、今もね、それが引き継がれて、こういうアメリカなね、食っていうのがね、いっぱい動いてます。このクラムチャウダーとかもそうですよね。もうもうアメリカの、食材なんでね。もう、多分作ってるのもね、アメリカなんじゃないかなって思うぐらいの、なんかパッケージもね、そんな感じのものなんですけど、まあそういうジミーなんですよね。で、ちなみになんですけど、ジミーさんっていう人は日本人ですからね。日本人の人なんで、外国の人じゃないですからね。ジミーっていう風に、米軍基地の中で呼ばれてて、それでジミーってつけただけで、日本人の人ですよ。うちなんちゅです、うちなんちゅ。で、その人たちが作って、まあ今もね、結構店舗もあります。何店舗あるのかな？結構あるんですよね。まあ空港にも売られてますからね。いっぱい店舗もあるし、あとはまあ有名なね、まあこのロゴね、見てもらえれば。多分ね、結構見たことあると思うんです。このジミーのロゴね。このオレンジの。このロゴ。この目印なんでね。58号線沿いにもありますし、空港にもあるし、那覇にもいっぱいありますから、ぜひね、寄った時には、まあチキンもそうだし、クラムチャウダーね。あと最後にこれ、ジャーマンケーキ。これ絶対食べてほしいなと思うんです。これジャーマンケーキね。これぜひ食べてくださいね。はい。食べてほしいなと思います。で、一応ね、まあインスタとかにもね、食べてる、カットしたやつとか載せていきたいなと思うんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい。まあこんな感じでね、沖縄のクリスマスは、まあもう絶対地味で、買ってね、食べる人たち多いよということでね、話したいなと思ってたんですけど、まあ結構ね、A&W とかのね、チキン、とかも食べたりとかする人いるし、まあ結構そういう意味ではね、いろんなところで買って食べるっていう人たち多いんですけど、やっぱり、ジミーがね、今年は結構人気だったみたいで、新聞にも出てました。いっぱい作ってるよってことでね。だから、結構こういう、まあ、チキンもあるし、ケーキもあるしっていうことでね。で、クラムチャウダーとかもあるしっていうことで、お家でね、食べるんだったらね、
これぐらい揃ってると、やっぱ食べやすいんでね。まあ、ぜひ、観光客の方も、テイクアウトとか、あと、イートインとかもあるんでね、ぜひ行ってほしいなと思います。はい。じゃあ、今日は以上になります。まあね、また、違う動画でもね、へーって思えるような、沖縄のマニアックな話とか、あとは、まあ、観光地のね、ところとか、あと、YouTube ライブもね、しようと思ってますんで、それでね、沖縄移住の話とかもしていければなと思ってるので、ぜひ、他の動画も見てみてくださいね。はい。今日は以上です。ありがとうございました。